これから院長先生にカウンセリングをしてもらいます。じゃあこちらの部屋です。すごい。めっちゃ土に関していろいろある。で、가슴을이렇게볼게요。先ほど検査した撮影の結果が出ています。はい。치밀유방이에요。치밀유방。치밀유방と言いまして。지방？지방아세요？비계？지방？脂肪ですね。없어。脂肪があまりないです。そうなんですね。없고자모유만들어내는유산。要するに母乳を作る유산이많아요。がたくさんあります。근데이거학생때고등학교다닐때、네、이럴때는가슴이엄청컸을것같아요多分高校生とか思春期の時には結構胸が大きかった。가슴이이렇게지금막쳐져있잖아요。今ちょっとやっぱり重たいせいかちょっとたるんだ感じがしますけれども。중학생고등학생때는이렇게돼있었을거예요。中学校高校生の頃はこれぐらいにこんな感じになってたかと思いますね。その通りです。네、맞습니다。그랬었는데이게왜이렇게됐냐면혹시운동같은거해요운동한적있어요운동とかされますか축구나달리기뭐이런거특별히그런거한적없어요뛰어다니기뛰기뭐なんか走ったりとかそういうのはないですか그런거한적없어요走ったりしないですか운동같은거따로한적없고지금원래가슴이자이렇게이렇게돼있었으면もともとこう胸がこうありますから여기를잡아주는인대ここを、가슴을잡아주는인대가있었는데、ね、이게유선이무게가많은편이에요유선의무게가重い方です유선의무게가重い유선이、네、유선이많은데이그인대가다끊어졌어요でその靭帯がこう伸びた感じ그래서가슴이이렇게처진거예요それで胸がちょっと下がった感じ그래서가슴이이렇게오똑한코처럼유두가앞을보고있어야이렇게앞이나이렇게보고이렇게있어야되는데네예쁜데지금보면가슴이거의이렇게돼있죠아래쪽으로이렇게胸がもっと上の方にしっかりあった方がいいですけれどもちょっと下がった感じに見えてる、ね、이렇게된원인은뭐냐면가슴을이렇게원래가슴이컸죠네もともと胸が大きかったと思うんですけれども글쎄大きかったですねもっと大きかった이보다더컸었어요컸었죠그렇죠그러면그때가슴을이렇게꽉잡아줬어요多分そのぐらいの時にはこのぐらいこうあったと思うんです스포츠브라네스포츠브라스포츠브라로이렇게항상했었어야되는데가슴무게를무게를잡아주는속옷을안하고어렸을때네やっぱり약간헐거운브라를한거예요その重さを支えるブラジャーをしていなかったのかなと思うんですけど。타이트하지않은브라를ちょっとタイトではないブラジャーをしたりとか。이렇게가슴이큰사람들은스포츠브라를이렇게타이트하게잡아줬었어요네やっぱり胸の大きい方はスポーツブラジャーなどでタイトにしっかりと胸をスポーツブラど支えてた方が良かった。스포츠브라도이렇게약한거중간타이트센거네、세가지가있는데강한스포츠브라로타이트하게잡아줬었어야돼요네스포츠브라자の中にもやっぱり軽いものともっとしっかりとタイトなものともありますけど、네、そういったタイトなものでしっかりと密着させておけばよかったかと思いますタイトってきついきついってことですね、はい、근데약간헐러헐약간이렇게꽉안쪽에있는헐거운브라를했던것같아요ちょっと、もしかしたらゆるゆるなブラジャーをしていたのかもしれませんてか私高校生までブラジャーしてなかったかなと思います高等学生까지、네、ブレジャーを안했대요그러니까ブラジャーを안했었죠ブラジャーしなかったから중학생때도가슴이컸을거예요で多分中学生の頃からももう胸は大きかったんじゃないかと思いますが그렇죠중학생때도크고고등학생도컸는데아예브라를안하니까多分ブラジャーをしてなかった무게를못이기고이렇게다끊어져버린重さがにこう耐えきれずに胸が下がってしまったというか靭帯が伸びてしまったんですね。그래서지금이제가슴이꺼진거고볼이볼륨이작진않아요네볼륨自体は小さくないです이렇게되면이제그어떤방법이있냐면네どのような方法があるかと言いますとでこの方はこのくらい下がっている胸をリフティングでこのくらい上げられたそうですで傷はここにしか見えないですね리프팅을이제어떻게胸의리프팅은ですねどのようにするかと言いますと今からお話しいたします여기가슴을째고이실만첫번째는이제실만실실만걸어주는방법이있어요まずは糸だけをこうかけてリフティングする方法があります糸だけでリフトアップ실을걸어서이렇게
가슴이 이렇게 쳐져 있잖아요. 지금. 그런 感じで 상하てる としましたら 여기랑 여기랑 이렇게 묶어주는 거. 또 여러 개. 縛ってですね. 이렇게 묶어주고 이런 식으로. 縛って 가슴을 묶어주는 방법. 예, そうやって リフティングする 방법. 가슴을 옷 좀 보여주세요. 좀一回 脱いでみますと. 여기를 째야 돼 이렇게. 여기를 이만큼 째고. 예, 색깔しないといけなくなる. 이만큼 째고 형태를 이 안쪽으로 이렇게 이렇게. 고까라 고고마데. 이렇게 それで、入輪の大きさも小さくして、それで、入輪も再建して、このように小さくします。胸廓がちょっと残ったら、入輪のところに傷跡が残ることもありますけれども、 傷は入輪区域で좀줄이고この入輪の大きさも小さくして、皮膚を削除して、こういうふうに縛りますね。保護いたします。それで上にリフティングしながら、胸が上に上がるようにします。これをこうしますと、この入線を再配置する。 유선을 재배치하는 거예요. 모양을. 유선을 재배치하는というか 形をより綺麗にします. 수술하고 나서 항상 스포츠 브라 꽉 잡아 주셔야 돼요. 그리고 수술 후에 先ほど言いましたような 스포츠 브라じゃですね. 타이트한 もので しっかりと支えるようにしなければ. 가슴이 큰 사람들은 스포츠 수술하고 나서 스포츠 브라 꼭 잡아 주세요. 胸の大きい人は 수술 후에 스포츠 브라じゃが 必ず 必要になります. 유선 남기고 で 入線を ちゃんと残して 私はじゃあどっちかって言ったら脂肪移植をするよりか胸をリフティングした方がいいっていうことですかね? ポイント는 그 지방 이식을 하는 것보다 리프팅 하는 것이 더 가슴이 예뻐지는 건가요? 그렇죠. 왜냐하면 씨는 지방이 별로 없어요. 근데 脂肪은 아마리 나이 가슴에 나는데, 지방이 없어요. 胸에 脂肪이 아마리 나이 리프팅만 네, 리프팅으로 아げる だけでも 이렇게 하고 모양은 이게 훨씬 이뻐질 것 같고 네, 모양은 리프팅 だけでも 가나리 綺麗になると思いますし 그리고 나중에 혹시라도 볼륨이 모자라면 네, 혹시 볼륨이 혹시 바이와 호케부츠도 考えたら 고용물을 넣으시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 호케부츠 脂肪じゃなくて脂肪は아니라脂肪本人脂肪별로없어그래서脂肪が脂肪뺄脂肪도없어で、その取る脂肪もあまりないので、それで脂肪が여기여기파일거예요。이런데脂肪하시면脂肪이본인이가지고있는그本人さんが持ってる。이번에안하셨죠。이번에안했어요。脂肪이별로없어。移植できる脂肪がないので、もし取ってしまうと、そこがくぼんだりしますから。 억지로 빼면 울퉁불퉁해지니까 이렇게 네. 날씬한 다리가 아니고 이렇게 파여가지고 피나고 막 늘러붙고 유착? 유착 발생해서 지금 細い 足から 脂肪 무리に 取りますと 데코보코したりとか 유착したりとか そうやって 足が 綺麗で なくなってしまうことが 考えられますので 脂肪よりは 保形物の方が いいと考えます ということですね 유륜 크기도 좀 줄이고 네, 유륜의 大きさを 小さくしながら 이렇게 이쪽으로 이렇게 조금 こんな風に 올려주면 될 것 같아요. 上げると綺麗になると思います. 속에서 좀 접어주고 この内側の方から 여기서 한 이 정도 째고 このぐらい このぐらいが い 정도 색깔になります. 절개는 색깔은 한 2.5cm 정도 2에서 3cm 정도 대략 2.5cm から 3cm ぐらいですね. 근데 위에だけじゃなくて 全体的に 가장자리로 위에만 저렇게 하는 게 아니라 전체적으로 그건 유륜 크기를 줄이기를 원하시면은 전체적으로 다 줄여드리고 유륜의 크기를 전체적으로 작게 할때 전체를 색깔しますけれども 유륜 크기를 좀 줄여드리고 유륜의 크기가 そのままで大丈夫であれば 위에 올려서 붙이고
でも乳輪のところを小さくしながら、そして上の方に上げるということが可能になりますということです。乳輪を全体的に小さくしながら上に上げることが可能ということですね。유령을작게하면서올그렇죠올라가는거죠유령도작게하면서위에서묶어주고내려오는거죠맞아요유령축소하고유령축소하고그리프팅리프팅눈에넣어주세요같이할수있어요그리고만약에사이즈볼륨을더키우고싶다그러면그아래에밑에서이게주름있잖아요여기를한 4cm 정도째고보형물을막큰거안넣어도되거든요이정도넣을수있을것같아요그렇게하시면네もし胸の大きさに不満足がございましたら胸の下の線に沿ったところを切開して、補形物を入れることをおすすめいたします。ここじゃないんですか。그절개부위는겨드라이밑에도가능하실까요겨드라이밑에도가능하는데요즘은다밑선으로많이해요もちろん、脇の下からの切開も可能なんですけれども最近は、胸の下から入れる場合もあります。で、脇の下に傷跡ができることもありますのでオイリア지금ヒジャブは가슴에이렇게주름이있어요이렇게今見ますと胸に주름이있어서シワがありますので주름에가릴거가려서そのシワに隠れるところがありますからそのシワに沿ったところで、切開すれば問題ないと考えますということです。下のシワ、胸の下のシワ、胸の下のシワですねを切開して、そこから、シリコンとかを入れたら、そんなに目立たないということですね。はい、そうです。こんな感じですね。この人は、入れてる人ですよね。이분은그보형물을넣는보형물넣고이분은처짐이별로없어요근데この方はあまり다른데ない方です처짐이없어서리프팅은안하고보형물만넣은리프팅은してなくて固形物だけバッグだけ入れた方になります。처진게아니고지금히토씨는가슴이전반적으로처져서내려온거고저사람은아기낳고임신해서볼륨이빠진거고이분은아래로끊어진거예요場合はその重さで下に下がってしまいましたけど、この方の場合は、妊娠出産のためにちょっと体重が、減って、それでボリューム感がなくなったためにバッグを入れたという形になりますね。그래서이름말씀드려도되죠이름불러도되냐고편집하시는아편집하시는희토씨는지금그렇죠잡아서こうやって持って上げると、胸も十分にボリューム感もありますし、이렇게만돼도충분히올라가요。これぐらい上げるだけでも十分に上がってます。쳐져가지고안예쁜거지。ちょっと下がってしまって、ちょっと残念な感じになってますので、ちょっと上に上がれば綺麗な真似をされています。ですから乳輪の縮小と一緒にリフティングするのがいいと思います。여기까지있으니까걸어주고이렇게째서정리해서묶어주고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 여기는한 3cm 정도째고위の方を縛ってしまって それで 3cm ぐらいここをまたさらに縫合したら綺麗な胸になると思います。はい、그렇게하고여기뭐냐여기문신한데만빼고나머지부분다줄여드린다고해주세요あと例えば今アートメイクされてるところだけを残して、その他のところの部分をちょうど乳輪縮小したらいいと考えますということですね。なるほど。乳首だけでかくて目立たないですかね。그러면유두가커서유두유두는크게보이지않을까요유두는많이큰편은아니에요보통乳頭はこれは普通の大きさだと考えます。유두크기는보통乳輪だけが広い。유두는좀큰편이고乳輪はちょっと大きめですけれども옛날에가슴이大丈夫です。예전에가슴이커서그랬어요。ねもともとの胸が大きかったとから下がったと思いますね。보형물은나중에で補形物は後々考えたらいいですし、まあ、もちろん一緒にすることも可能ですけれども後から考えても大丈夫だと思います。정말큰가슴원하시냐고で大きな胸を希望されますでしょうか。いやこの大きさ自体は正直このままでよくて。크기는지금도지금도괜찮아요제가보기도제가생각하기도今も大丈夫だと思うし院長先生も大きさは十分だと思いますということですね。はい수술하고이리프팅을했는데
다시 또 이렇게 막 그 무게를 안 잡아주면 다시 또 터질 수 있어요. 그래서 せっかく そうやって 수술을 して 위에 아메타니모 関わらず その 수술 후에 しっかりと やっぱり 支える ことを きちんと しないと また 垂れ下がる ことが 生じます ということです. 그래서 수술하고 나서 가슴이 올라가면 스포츠 브라로 꽉 항상 이제 잡아주셔야 돼요. 네, 수술の 後に しっかりと リフティング された 後は スポーツ ブラで ちょっと タイトに しっかりと 支えるようにしてください。はい。で、と、今後番号の先生。あと先生に質問したいことはございますでしょうか。糸でやる場合とそうじゃない場合があるっておっしゃってたんですけど、糸でやる場合って持続期間はどのくらいなんですか。그절개없이실로만리프팅하는것과절개도하고실로리프팅하는것과뭔가그유지기간이라고하나요?그효과는어떠신지?절개안하면이제금방떨어져요.やはり切開をしない方法での糸だけのリフティングですと結構維持期間が短くて普通の顔のリフトと一緒みたいな感じ。얼굴의リフティングなんとかでも。그렇죠.얼굴도금방풀리거든요.やっぱりお顔でも糸のリフティングだけだと結構維持期間が短いのと同じです。가슴이무거워서실이지탱하기힘들어요.胸が重いのでやっぱりそれを支持して維持するのが難しいですね。지금이제실은네,이토와실을하게되면이토だけでのリフティングをすることになりますと실은이렇게피부만당겨주는거당겨주게되는거고皮膚の層のところを引っ張るだけになりますのでこうなるだけみたいな우리가그수술을하는거는네,수술을하는거는이렇게入線のところ우선은접어서이끌어다가위에다고정시키는거접어가지고재배치아예유선자체를재배치해서접어서이렇게위로올려주는거入線をこの上の方に再配置いたして、そしてそれを固定いたしますので、大きく見えるみたいな。大きく見える感じです。그래서이실가지고는이무게를지탱할그냥피얼굴에다하는실가지고는이게무게를지탱할수가없어요糸だけでその胸の重さにはちょっと耐えきれないという形になります。切開をする場合の傷跡とか見せてほしいです。절개를했을때그흉터의회복그를하는그런과정을사진으로보고싶은데있으실까요?제수술직후에는이렇게이건수술の직후の時の테이프状態ですね.이건좀옛날사진인데두달정도? 3개월정도지나면수술して 2, 3ヶ月ぐらい過ぎますと3개월정도지났을때これは大体3ヶ月後ぐらいの写真となりますけれども저사람보다는흉터를이사람은흉터가좀바깥쪽에있는데この方はちょっと傷跡の外側の方にありますけれども흉터를이안쪽으로넣을거예요지금もうちょっと手術される時には傷跡はもっと内側の方に入るようにすると思います흉터를더안쪽으로넣을거예요内側の方に傷跡ができるようになると思います3개월정도以前日本のクリニックで日本胸で有名な先生に見てもらった時に取り上げの時はここを切開するって言われたんですね。그런지금손가락으로말씀하시는그부위를저렇게한다고들었는데세로로한사태니이렇게만잠깐만지금이만큼만こんな感じですか?そう、だからすごく目立つから그거는너무눈에띄니까여기이렇게ここを위로쭉올린다고했던이렇게?응이렇게?그래서こっちだったここ아이렇게그거는이제그아예가슴을다자르는거거든요そういうケースの方の場合は胸を結構大きく切ってる場合ですねおばあちゃんとか子供を産んだ人みたいな感じですかね애기를낳는사람이라든지할머니좀뭔가나이가많은사람그렇죠맞아요그런이런식으로자르는こういう風に切る方ですかね私は別にそこまでする必要여기는이렇게자르는이런식으로こういう風に切る場合ですね이제저런거는정말큰사람들을축소하는것처럼하는거고これは胸が本当に大きい方を縮小するときにする手術方法だったりとかしますし일본에서아마이렇게했었을거예요이렇게해가지고그선생님이하는거는이렇게해서이렇게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 자른다음에이렇게해서수술하고나면
手術した後にこういう風になる手術方法のことだと思います。ニュートを上に上げて、ここを縫合してこういう風になる手術方法のことをおっしゃってると思います。그게확실한방법이긴한데それはもちろん確実な方法かもしれませんけれども、근데이게잡아줄수는있어요그러니까올리기만하면되니까네선생님としては乳輪のところからしっかりと上に上げることは可能と思います。저희는이반만이동그라미만하는거고만약유륜축소를원하시면동그라미만밑에있는건이건안하고이거만하는거죠그래서乳輪のところにだけは乳輪縮小とともに保護の場所ができますけれども、乳房の、ところには傷ができない手術方法です。もちろんこの手術方法も可能ではありますけれども、でいじょういごなんで미국스타일아메리칸스타일これはこの手術方法は割とアメリカのスタイルです。엄청큰가슴すごく大きな胸の方で지금이정도되려면이런가슴이정도로처진가슴ものすごく大きくてたるんだ方の胸の手術の方になると思います。이정도로처지면그렇게하셔야되는데これぐらいたるんだからしなければなりませんけれども、私ぐらいだったら必要ないです。그정도는아니에요、네、それこまでは必要がないです。이정도는좀잡아줄수있는정도ちゃんとリフティングできると考えます。이정도만이정도는잡아줘도これぐらい上がるだけでも、이정도これぐらい、그거저거할이거할정도는아니에요네이この下のところまで切ることでもないです。わかりました。알겠습니다。이사람이훨씬더この方の場合は그사람은거의이정도까지절여지여기까지ここまで下がった人です。스포츠브라지금도많이지금도많이하세요스포츠브라지금은스포츠브라지금しますか스포츠브라지금은普通のブラジャーしか그냥일반브레이저사용하고있다이제튼튼한걸로해야돼요で、ブカブカしてなくて、この揺らない、揺れないようなしっかりとしたタイトがくっつくような、で、しっかりと運動할때는꼭スポーツブラしてやでも、で、運動する時もやっぱりスポーツブラジャーした方がいいですし、寝る時も、잠을잘때도、あ、그건상관없어요。それは大丈夫です。わかりました。가슴이이제관리를안해서처진거예요やっぱり胸の管理がとても大事ですね。관리를안해서처졌어요管理ができてなかったために下がってしまったと考えたらいいです。はい、네、됐어요。じゃあ大丈夫ですか。はい、大丈夫です、네、괜찮습니다。감사합니다。네네、はい、ありがとうございました、네、감사합니다。